密だ。ちょっと今喋ってる場合じゃないんですよ。今これをやりたいんですよ。そうは言ってもやらねばならぬ味噌汁日記。本日の味噌汁日記はマインクラフトに挑戦。クラブロックです。ぐしゃん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 。マインクラフトっていうゲームがあってすっごい自由度の高いけどブロックをまあ積み上げていろいろ家を作ったり世界を作っていくっていうざっくり言うとそういうゲームなんです。ネットでよく最近実況動画で上がっててそれを見てちょっとやりたくなっちゃったんでやります。ただブレイブフロンティアチャンネルなのでせっかくなのでブレフロの世界を、世界は無理でもブレフロの何かをこのマインクラフトで刻んでいきたいと思い黙々と作っている所存でございます。操作の説明軽く言うとまあ今やっているのはこれ長押しすると壊せるんです。でまあパーツをこうやっていっぱいあるパーツを選んで私は今ピンクブロックなんですけど例えばまあこのやつだったらこうやってポンって押すとこうやってポンって置けるので、それをまあいい感じに置いてくってわけです。でまあねこんな風に世界は広がっているわけです。無限の世界がこんな風に広がっているわけです。すごいよね、ドット絵でこんなに世界が広がっているんですよ。私の世界を作っているわけですけど、あ、見切れちゃった。そうです、私が今作っているのはやっぱりねみんなのアイドルを象徴として置かねばなと思い、今はその、まあ、さっき見切れたあの子の背景を作っているわけです。まあこんな感じで今日初めて触ったんですけど割とね思ったほど難しくなくて、はい、というわけでまあいい感じに夜になってくる。これは夜だね、こうトーチ松明をね置いてライトアップされてるんです。では見てください、私のじゃじゃん傑作を。ウィー、この夜空に輝くマンドラゴラを皆さん見てくださいよ。私のカメラワークうまくね。そしてここがね我が村のね絶景ポイント、見て見て、待ってよもうちょっと、ほら夜空に輝く星と私のマンドラゴラ、ちょっと撮っておこう。こんな感じで今日はねマンドラゴラを作ったわけです。いろんなキャラクターとか、まあ、村を作ってみたり何ができるか私はまだ分かんないけど、ちょっと私にできる範囲のブレイブフロンティアの世界を作っていきたいと思ってます。ちょっと立体的でしょ、立体的でしょ、立体なのか平面なのか分かんないけど、なんか写真をキュッてやるとドット絵にしてくれるサイトとかもあるみたいで、なんかそういうのも使っていきたいですね。で夜になったらちょっとね、夜はね暗くてあれなんですけど、ちゃんとベッドってのもあってこうすると眠るんですよ。ベッド置いて、今ベッド置いたんですよほらで朝になるんですよ。まあこんな感じでほらベッドが置かれてる。で長押しするとこれもこう開けて、まあこんな感じですね。でも今日一日でこれをやったから次はもっとすごいのができるかもね、できないかもね何ができるか分かんないんですけど、まあ、マインクラフトに詳しい人は何がすると面白いっていうのを教えてくれるとすごい嬉しいです。己の可能性を自由度の高いマインクラフトに求めていきたいと思います。皆さん今後もマインクラフト会楽しみにしてくださいね。え？楽しみじゃないって？でも楽しみ！じゃあねー。